東京ゲームショーにご来場の皆様、これよりメインステージにてメイジスが誇る想定科学アドベンチャーシリーズ最大のヒット作の正当なる続編、シュタインズゲートゼロをご紹介します。今回のステージ前は整理券をお持ちの方優先となっておりますのでご了承ください。なお、このステージのビデオ、カメラによる撮影や音声収録はお断りしますのでご協力をお願いいたします。それでは間もなく開演です。ご来場の皆様、そしてライブ配信をご覧の皆様、温かい拍手ありがとうございます。さあ、これよりメイジスがお届けするシュタインズゲートゼロをご紹介いたします。シュタインズゲートの正当なる続編、描かれるのはもう一つの世界、気になりますね。それではここでゲストの皆さんを一気にお呼びしたいと思います。皆さん拍手でお迎えください。メイジスの松原プロデューサー、花澤香菜さん、韓めぐみさん、後藤沙織さんです。こんにちは、ようこそお越しくださいました。こんにちは、ようこそ。さあ、それではまず一言ずつご挨拶をいただきましょう。まずは松原プロデューサー。こんにちは、明治の科学アドベンチャーシリーズプロデューサーの松原です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて花澤さん。皆さん、てってれー、すごいいい感じの、あの男の人ばっかりのてってるが帰ってきましたけど、あ、じゃあちょっと画面の前の皆さんにもてってる、反応薄いですね。ありがとうございます。来た来た来た。はい、新生エリアカ花澤香菜です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いてハンさん。皆さん、エルプサイコングル、あ、すごい、皆さんよく言えましたね。あ、画面の前の皆さんもエルプサイコングル、みんな打てないよね、すいません。シーナ、かがり役の韓めぐみです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして後藤さん。はい、皆さんどうもこんにちは、桐生萌香役の後藤沙織です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、ここでもう一人、ぜひ会場の皆さんにお会いしたいという方がいらっしゃいますのでご紹介します。これが東京ゲームショウか。なんだかとても賑やかね。皆さん、はじめまして、牧瀬クリスです。私は牧瀬クリスという人物の記憶を持つ AI になります。ああ、オリジナルが命を落としていることは知っているので気にしないでくださいね。それではどうぞよろしく。
シュタインズゲートのヒロイン牧瀬クリスさんのメッセージでした。いや、とても気になるセリフがありましたね。命を落としている。あ、そうですね、はい、今作ではシュタインズゲートの後半で牧瀬クリスの命を救えなかった方の世界線の物語になります。なるほど、詳しくは後ほどお聞かせいただけますか。 すいません、ありがとうございます、はい、それでは皆様どうぞご着席ください。会場の皆様恐れ入ります。大変混み合ってしまっておりまして、一歩ずつ前の方にできるだけ、ね、難しいと思うんですけれども、ご協力をお願いいたします。ありがとうございます。さあ、それではまず先ほどのクリスの気になるセリフも含めて、松原プロデューサーにシュタインズゲートゼロについてご説明をお願いしたいと思います、はい。先ほども軽く申しましたけども、今作のシュタインズゲートゼロというのは前作にあたるシュタインズゲートの本当に最後の方、アニメでいうと23話あたりで、岡部がクリスを救うためにタイムマシンに乗り込むっていうシーンがあるんですけど、あそこでクリスを救うことを諦めてしまった世界線の物語になってます。なので、先ほどのクリスは死んじゃっているっていうわけなんですね。それで命を落としていると言っていたわけなんですね、はい、そうですね。そして先ほど牧瀬クリスさん、人工知能になっていると言ってましたね、はいはいはい、そうですね。それで、今回の新作のキャラクターである、アメリカ時代のクリスの先輩のキャラクターが出てくるんですけど、その人と人工知能の研究をクリスはやってたわけですね。でそれで、人工知能のサンプルデータとして自分自身の脳を使っていて、でそれが、先ほど出てきたクリスのアマデウスっていうシステムになります。そうなんですね。もう聞きたいこととか知りたいことが山ほど出てきてしまいますけれども、キャラクターのビジュアルも変わっているので、そちらもまず皆さんにご覧いただきたいと思います。はい、こちら、これ今までのキャラクターですね。で今回、季節が冬になっているので、みんな冬服になってますね。ねえ、もこもこですね。もこもこですよね。かわいい。いかがですか皆さん、ピンクのマフラーが、ね、ピンクのマフラー巻いて可愛いですね、はい。岡部さんもちょっとなんか表情が、そうですね、岡部はその、表情暗いんですけど、クリスを救えなかったってことを、引きずっていて、でただそれを、吹っ切らなきゃいけないっていう状況にあるっていうのも自分では理解しているんですけども、なかなかそうもいかない。なのでこういうちょっと今までとは服装も変えてみたり、いろいろ岡部なりにはあがいてはいるんですけど、なかなかその切るに切れないという状況なので、こういうちょっと表情が落ちているというか暗い感じになってますね。ちょっと苦しいところなんですね、はい。そしてまゆりちゃんも可愛くなってますね。はい、なんかいいですね、あったかそうで。そうですね、ふわふわしてイメージにぴったりですよね。ちょっと萌香さんのここら辺が守れてないんですけど、ここいい感じに守ってないですね。そうですね、そういう意識が彼女自身にはないので、あ、そう、無防備なんです。いいですね、無防備最高ですね。最高です、ごちそうさまです。ありがとうございます、素敵ですね。そして新キャラや大人になったキャラクターも登場するということで、はい、こちら来た、来ましたね、いろんな人が、はい、ハンさんの、はい、かがりちゃんもいますね。そうですね、真ん中の赤い髪の女の子がかがりという女の子なんですけれども、小説版で読んでる方は知ってる方も多いんじゃないでしょうかね。はい、かがりです。そして同じ身長ぐらいの女の子が隣にいますよね。黒髪のちょっとボサボサっとした髪の毛の、うんうん、あの子がさ先ほど言ったクリスの先輩のマホというキャラクターで、はい、アメリカ時代に、アマデウスを一緒に研究していた人になりますね。そうなんですね。多分服装とかに全然無頓着で、よく見ると靴左右間違えてたりとか。細かい、わ、気づきました、お三方。今気づきました、今言われて気づきましたよね。びっくりしました。
で 今日お見せはできないんですけど、結構今回のキャラクターたちって皆さん含めて、服装のチェンジがいっぱいあるんですよ。で服装のチェンジするんですけど、毎回毎回靴左右間違えてますね。そうなんだ。なんででしょうね。とってもユニークな新キャラが加わりましたね。はい、ありがとうございます。恐れ入ります。会場の皆様、もう難しいとは思うんですけど、後方の通路がですねちょっと通れなくなってしまっておりまして、恐れ入ります。ご協力をお願いいたします。ありがとうございます。さあさあ、それではですね、ここからはゲストの皆さんが演じるキャラクターについてお話を伺っていきたいと思います。はい、まずは花澤さんが演じる椎名真由里についてお話しいただけますか。はいはい、真由氏、そうですね、まあ真由氏割と毎回こう守られている、うんうん、ポジションにいる、あ、そうですね、はい、子なんですけど、うん、今回割と彼女が積極的に動き回って、うん、オカリンをどうにかしようって頑張るシーンがたくさんあったので、そこら辺に注目していただきたいなと思うのと、あと大人のマユシーっていうのが出てくるんですよ。大人の、そう、あ、これこれ出てきた、この、あ、これ、この緑の感じのやつ、そうそう緑の感じのやつ、あれ何歳とかは言っちゃダメなんですね。あ、これまあ夢が壊れるかな、年齢的に。そうですね。なのでぜひゲームで、あ、これが大人になったの真由里なんだなっていうのを、うん、体感していただければなと思います。ちょっとだけ喋り方とかも変わってるかな、うん、っていう感じですね。で、この緑の服着てるシーンは、うん、元のスタインズゲートでもちらっとこうなっちゃうかもよっていう話は出てきた。あ、そうですね。第三次世界大戦が実際に起きちゃった時の服装ですね。はい、でそこで、まあ、兵士としてまあ、ユリも駆り出されちゃったりとか、なんかそんなようないろいろシーンが、はい、ありましたね。あ、気になりますね。気になりますね。そうなんですね。先ほど花澤さんがおっしゃってた、はい、今までは守られているというイメージが強かったけど、今回はかなり芯が強い。そうですね、まあ、彼女自身がその動いて行動してっていうのが、割と前面に出てるかなっていう印象ですね。ただ、真由里のためにオカリンが叫ぶシーンもたくさんあるので、そこは本当に宮野さんに毎回本当にすいません、うちの真由氏がって言ってます。そうなんですね。はい、あ、その叫ぶシーンも楽しみですね。ありがとうございます。それでは続いてハンさん演じる椎名かがりについてお話しいただけますか。はい、椎名かがりはですね、見た目からもいろいろな可能性を秘めている女の子だなとは思うんですけれども、まずやっぱり名字が気になりますよね。椎名真由里と同じ名字なんですよね。そうですよ。どういう関係かと言いますと、真由里の娘、養女なんですね。養女、はい、あ、養う女ですよ。小さい女の子の養女じゃなくて養う女とかで養女ですよ。養女なんですけれども、やっぱり彼女は結構キーパーソン、今回のゼロの世界ではすごくキーパーソンでして、世界線によっては立場が変わったり人格が変わったりするっていう複雑な、あ、そうですね、キャラクターではあるんですけれども、やっぱり真由里の娘ということもあって、喋りとか雰囲気とか好きなものとかがやっぱりどことなく真由里の雰囲気に似ているものがある、すごくピュアなピュアな娘なんですけれども、なんか世界線でやっぱり立場が変わっちゃうと、なんかやっぱりいろいろ変わってくるんじゃないかなって思うところで、やっぱり一つ変わらないのが、どんな世界線でもお母さんのことが大好きなんですよね。そうなんですよ、大好きで大好きで、やっぱりお母さんのためにかがりはどんな時でも動いているので、そこは芯一本通ってるかなと思う女の子です。ここで真由里ともう一人つながりのある、はい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 、関わりのある女の子がいるんですよ ね。次の画像をご覧ください。これは一体どういうシーンなんでしょうか。あ、そうですね、これはまあ、シュタインズゲート知ってる方ならわかるんですけど、奥にいるキャラクターが鈴葉っていう、
もうこれはネタバレでも何でもないと思うんで言っちゃいますけど、未来から来た子なんですね、うん、で今タイムマシンでにまさに乗り込もうとしているところを捉えた映像ですね。で、緑のウーパーを持ってるんですけど、これが意外と今回のキーアイテムになってて、そうですね、で今というコメントでもウーパーって出ましたね、はいはいはい、ウーパーかわいいな、かわいいウーパー、緑のウーパー、森の妖精ウーパーっていうんですけど頭に葉っぱのギザギザがあしらわれてるウーパーですね、かわいいですね、かわいいです、ハンさん、今お話の中で、はい、その立場が変わったりすることもあるし、性格というかちょっと雰囲気も変わったりするということで、はい、これは演じる上では結構悩まれたりしましたか？あ、そうですね、やっぱり世界線というのがこのシュタインズゲートってすごい複雑だなとは思うんですけれども、やっぱりその一本シーンが通ってる気持ちが変わらないので、そこを大切に、そこを軸に演じさせていただいたので、うん、大丈夫でした。皆さん導いてくださる方がたくさんいたので現場にはい、そうなんですね、はい、そのいろんな雰囲気のかがりも見てみたいし、そしてどんな時でもお母さんが大好きなかがりも楽しみですね。皆さん楽しみにしていただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい、そして後藤さん演じる桐生萌香についてお話しいただけますか？はい、桐生萌香です。萌香は、編集プロダクションでアルバイトをしている至って普通な女性なんですけども、わあ、なんだ、なんと、すごいの出てきた、した布の面積が狭い、すごい無防備なんです無防備すぎるでしょうちょっとこれはちょっとみんなびっくりして、みんなざわざわしているね、エロいですよね傷だらけでしたね。そうなんです、あの前作でも実は正体がラウンダーっていうので、ちょっとマユリさんを殺めてしまったり大変なことをやらかしてたんですけど、今作ではどういった立ち位置なのかなっていうところで、ぜひ期待していてほしいなって思います。このシーンにもどういったシーンでこれが出てくるか、はい、気になりますよね。重要なところですよね、松原さん、はい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 、ね、なんか気になりますね。あ、そうですね、どんな立場なんでしょうね、まだ言えないですか？そうですね、なかなかそこは結構確信に触れるところなので、うん、そうですよね、はい、あのすごく美人さんだけど影のあって、はいはい、そうですね、すごく見た目がクールで大人っぽいんですけど、すごく人見知りでシャイな一面を持ってる人ですね。見た目とのギャップが激しい、そんな女性だと思います、うん、前作と今作で演じる上でちょっと違うなとか感じたところってありますか？なんか世界線が変わるごとに新しい一面が見えるなと思って、今回もなんかより女の子らしい一面を私は見ることができて、すごい嬉しかったなって思いました。楽しみですね。すごい可愛かったんですよ。すごい可愛いので、すごい可愛い、すごい可愛かったから、楽しみにしていてほしい。みんな君が可愛いよっていう顔してみてますけどまさに可愛らしいなって思って楽しみにしていてほしいと思います。はい、ありがとうございます。こうして皆さんからお話聞いてると、知ることができて嬉しい反面、もっと知りたくて、こうちょっとドキドキしちゃいますね。そうですね、はい、なかなかでもまだ言えないこともいっぱいありますからね。ありがとうございます。さて、ところで皆さんはシュタインズゲートゼロのオープニングムービーってご覧になりましたか？まだ見てないです。そうなんですね、松原さん、はい、今作のオープニングムービーどんな内容になってるんでしょう？そうですね、本当に伊藤かな子さん歌う曲のアマデウスっていうのがオープニングの主題歌になってるんですけど、まあ、それの、まあ、歌詞がですね、まあ、うちの会長の志倉千代丸が書いてるんですけど、まあ、いつものようにその、まあ、多分ゲームを全部やり終わった後に聞くとネタバレソングって言われるんじゃないかなと
思うぐらいいろんな要素が含まれているので、まあ、歌詞にも注目して聴いていただけるといいと思います。はい、はい、それではご覧いただきましょうか。お願いします。皆様いかがでしたでしょうか。一生懸命歌詞に注目しようとしてたんですが、ビジュアルが美しすぎて途中で逃してしまいました。皆さんいかがでしたか。花澤さん、いやーなんかここまで作り込んでいるものを見れ、あれ泣いてる。なんか感極まりました。なんかね、クリスさんがもういないんだって思ってちょっと見ちゃったらすごい切なくなってきちゃって、ないですね。ハッサンいかがでした。いやもうなんかいろいろなものが伏線なんじゃないかなって思うようなオープニングだったんですけど、隣で泣いてるのを見てこっちに夢中になっちゃった。もう一回再生したい。これはプレイをしないとまた見れないんですもんね。そうなんです、ね、本当はもう一度再生したいところなんですが、残念ですね。でもね、皆さんすごくインパクトの強い、いろいろと知りたくなる映像に思っていただけましたでしょうか。はい、すごかった、すごく楽しみ、はい、ありがとうございます。皆さんもぜひご期待いただきたいと思います。というわけで楽しい時間はあっという間ですね。お時間がやってまいりましたので、皆様ご起立いただいてよろしいでしょうか。はい、さてここで皆さんにお知らせがあります。さあ、シュタインズゲートゼロの衣装を着た可愛い子たちが登場してくれました。今回シュタインズゲートゼロのトレーラーを見ていただくと、この子たちが持っているステッカーを差し上げております。欲しい、欲しいですよね。ね、素敵ですね。そして、皆さんにも会えますからぜひ遊びに来てくださいね。お待ちしております。さあそれでは最後に皆様から一言ずつメッセージをいただきたいと思います。まずは花澤さん。はい、シュタインズゲートのイベントの場に立つのはすごい久しぶりだったんですけど、みんな本当にシュタインズゲート大好きなんだなっていうのが伝わってきて、私もとっても嬉しくなりました。本当に今回も面白いですので、ぜひ、期待して待っていていただけたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。続いてハッサン。はい、シュタインズゲートの世界には今回から初めて携わらせていただくことになったんですけども、シュタインズゲートが本当に大好きな皆さんとこうやって
この場に入れることを本当に幸せに思います。そしてですね、クリスを救えなかった世界線から始まる物語ということなんですけれども、みんな誰かを思って動いてます。その思いが未来を変えるかもしれないので、皆さんも期待して何度も何度もいろんな世界線を楽しんでいただければなと思います。本日は会場の皆さん、そしてニコ生の皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは後藤さん、お願いします。はい、なんか皆さんの愛もすっごく伝わってきたし、先日収録で別のキャストさんにお会いしたことがあったんですけど、やっぱりシュタインズゲートのお話になって、収録どうだったとか、新作すっごい嬉しいよねとか、本当に盛り上がって、その役者さんの愛も凄まじいし、スタッフさんの本気もすごくひしひしと伝わってくる、そんな素晴らしい作品だと思っております。絶対に絶対に楽しんでいただける、そんな作品だと思いますので、どうか楽しみに待っていてください。そして応援してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後に松原プロデューサー、一番最初にシュタインズゲートを出してから、ほぼ今で丸5年で、今までの5年のその集大成として、このシュタインズゲートゼロを制作しています。でここから先もまだまだシュタインズゲートワールドを広げていこうとは思っているので、皆さん応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。なお初回封入特典として PS4 用のソフトシュタインズゲートのダウンロードコードが付属しております。フル HD にリマスターされたあの名作がプレイ可能となるのはこの機会だけですので、皆様どうぞお買い逃しなく、よろしくお願いいたします。さあ、それではチームシュタインズゲートゼロの皆さんに今一度大きな拍手をお願いいたします。皆さんどうもありがとうございました。さあ皆様、お楽しみいただけましたでしょうか。混雑してしまって申し訳ありませんでした。この後は12時よりブレードワークスクロムシャイニング EX